はい、こんにちは。今日は心理学のお話です。モチベーションを維持するためにはということでお話をしていきます。まあ、よくその何かをやろうと決めて継続的にしたいなっていうことを決めるんですけど、なかなか続かないというような人たちって結構いると思うんですよね。僕も最近とある資格の勉強をしようと思ってやってたんですけど、なかなかそれがうまく続かなくて、やっぱり筋トレとか普段の違うこうやってたこととかっていう方に走ってしまって勉強を取られてしまったと。でしかもあまりにも意識が遠ざかりすぎてしまって、2週間の受付の期間があったのに気づいたら過ぎてしまったんで、また3ヶ月後に受けなくちゃいけないというような、もうものすごく間抜けな状況に今陥っております。そんなことはいいとして、とある論文からですね、モチベーションを上げたい時には何もしないでいいという選択肢を入れておく方が結果的には長続きしますっていうような話が出てます。で、例えば普段忙しくてなかなかできない人も多いと思うんですけど、運動習慣にしたいという時には、1、自宅で筋トレを行う、2、ジムに通うっていう、まあ、こういう2つの選択肢を持っていきて、もう1つやっぱり運動をしないっていう選択肢も入れておくということなんですね。何もしないという選択肢もいいんだなっていうふうに入れておくと意識が上がってくるらしいんですよ。これは実験としては100人の男女を集めて行ったもので、それぞれ2種類のオンラインテストっていうのを受けてもらいます。で、1つのグループには2種類のテストのうち1つをこなすと報酬がもらえますよというものと、それからもう1つのグループに関しては2種類のテストのうち1つを受験するか、もしくは何もしないっていうのを選べますよという指示を与えました。で、その結果何が起こったかっていうと、何もしないっていう選択肢を提示されたグループの方がテストに取り組む時間っていうのが平均で長くなって、しかも 30% ほど成績が良くなった、結果が良くなったっていう、結論が出ました。で、何かをやる、例えばダイエットをしますとか、お酒を断ちますとかっていう目標を掲げた時に逃げ道を断つという方が、なんか物事最後までやり遂げそうな気はするじゃないですか。ところが実際は何もしないっていうことを意識した方が、その物事の価値が無意識のうちにもアップしてモチベーションが上がっていくっていう話らしいんですよね。ダイエットをするにしても1週間のうち6日間はカロリーを計算した食事をとりますと。で、1日だけチートデーというものを設けて、その日だけはカロリー計算を一切無視して自分の食べたいものをめちゃめちゃ食べまくるみたいなことをしていいですよって。これって要はダイエット、まあ、何もしないというよりはダイエットに逆らっていいっていうような選択肢ですよね。結局何もしないって何かっていうと、罪悪感を感じてしまうわけなんですよ。運動しようと思って何もしないっていうのは、何もしない俺って本当ダメだなっていう罪悪感を感じてしまうんですけど、選択肢にそもそも罪悪感を感じても問題ないように、何もしない日もあっていいよっていうふうに決めておいてしまうと、だから1週間の中に1日2日とか運動しない日を設けておく方が、何もしない日を設けておく方が結果的にマイナスの精神状態にならずに済むので、皆さん自身のモチベーションも維持し続けると。そしてやるときにはあれだけ休憩してんだから今日はやるぞというふうにアップすると。だから意志とアップになるから、結果こうずっと右肩上がりになっていると思うんですよね。この瞬間がないと、下がる瞬間がないということなんですよ。はい、だからそもそも行動するのって正しいのと2択の場合だったらっていう視点がどっかに行っちゃうことがあるんで、常にこう何もしないっていう選択肢を用意しておくことによって、やることがものすごくいいことだよと。で、何もしないのは単なる休憩ですよっていうふうに、いい意味での中和剤になるということですので、何かを始めようとか何かを続けようっていうふうに思う場合は、やるっていう選択肢の他に何もしない日とか何もしない時っていう選択肢も用意しておいてあげるのが非常に大事です。で、これを専門用語的なことで言うとチートデイというんですね。チートですね、いわゆる裏道とか抜け道とかっていう意味なんですけど、っていうのを用意しておくと結果的に長く続きますよっていう、そんなお話でした。ということで、今日はですね、何かを始めるときには何もしないっていう選択肢が結果的にモチベーションを上げますっていう、そんなお話をしていきました。ということで、本日の動画は以上とさせていただきます。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。